はい、久保さん、こんにちは。気になる男、第242話ですね。第242話です。よろしくお願いします。覆面 YouTuber、あでございます。さあ、今回はですね、まあ、前回はか今回は出なくて、えー、もっと極端に振り切れ、えー、隠れているならそれができるっていうね、あの、覆面 YouTuber なら、あら、覆面 YouTuber ならね、えー、これができるだろうっていうね、 もっとね、もっととんがれようっていうね、いうところのことを言っていただいたんですけども、そして、えー、顔出ししないね、えー、YouTuber のメリットのについてもお話ししていただいたところなんですけど、こちらでしたよね。よいしょ。えー、顔出ししないメリットはと。 かぜを出ししないメリット、顔出ししない YouTuber のメリットは、まあ、不動なく話せるということが利点ですっていうね、いうことを言っていただいてて、もう、い言いたいこと言えよってね、<laughs> 言って、いうところではありました言いたいことというかね、まあ、せっかく顔出してないならね、それ言いたいこと言ってもいいんじゃないっていうね、ことを言っていただいたんじゃないかなと思っていて。 そししてこちらでしたよね、発信の方向性だったり、ね、個人の方向性をしっかりとしっかりと明確にしてそして、ね、もうがんうとね、その個人をしっかり打ち出していきましょうってね、いうことを言っていただいたのかなとおどっちかにどっちか,この,どっちかこの強い方向にベクトルを感じないとこの人に乗っかっていこうと思わないし今商品売れないよってね、ことも言っていただいたところで。ね、 そうだなぁと思ってですね、もう振り切ったことなんてほとんどそういえば言ってなかったなっていうところだったので、まあ、少しずつね、少しずつ出していかないといけないなぁとか、あ思ったりもして、えー、はいっていうね、<laughs> はいわかりましたっていうね、えー、動画を見ながら思ってたんですけど、動画の、前回の動画の最後にはね、譜面 YouTuber アカデミーの、 ね、募集が1月末にある月にあるんじゃないのっていうね、寝て過ごしま、寝て待ってましょうみたいなお話言っていただいたので、ちょっとそのね、そのところでちょっと告知という感じで、まあ1月末にね、覆面 YouTube アカデミーの3期生募集をやる予定で今進めてるんですけれども、まあね、しっかりとした日取りがまた決まれば、こちらでね、ちょっとご紹介させていただこうかなとは思ってるんですけれども、えっと、その前にちょっと一つだけなんですけれども、 ちょっと嬉しい報告をさせていただきたいなと思いましてですね。まあ、嬉しい報告。まあ何かと言いますとね。まあなんと、なんとなんですけどね。なんとです。えー、なんと、えー、ちょっとこれは、マジもすごく嬉しかったことなんですけど、えー、こちらでございます。えー、なんとですね、新規熟成さんがね、誕生しました。ということですね、本当に。いやー、嬉しい。 <laughs> おめでとうございます <laughs> っていう感じってはい、ということでね。<laughs> ということで、なんかラジオ的な感じでちょっと送って <laughs> お送りしたんですけども、はい、ということで、本当にね、新しい熟成さんが入ったということで、いやー、で、ちょっとお話いろいろ 聞いたんですけど今回のねその入っていただいた塾生さんなんですけどもうんと,うっとこういうことを言ってくれてたんですよね、えー、実はと実はその12月末の、えー、久保さんとの対談のズームをアーカイブでも聞いてたと聞いてたんだけれどもそのまああの放送ねずっと聞いてずっと悩んでたそうらしいんですねどうしよっかなーつってだから心はすごい もう良かったと、すごい放送良かったんです、なんだけど、なんだけど、んどうしようかなみたいなところで問い合わせは全然してませんでしたっていうことで、でもやっぱりその年末年始お休み入って、そのこの気になる男シリーズをずっとやっぱり見てるっていうか、そのさかのぼって見ていただいたらしいんですね、年末年始ちょっとお時間があったら、まあお休みだったんでね。で、その実はその朝ライブとかも時々こう見てくれてたそうなんですね。まあ まあ自分全然ちょっとそんなわ分かんなかった気づかなかったんであれなんですけどそうちょうど年、ね、末年始であって朝は別に、ね、特になかったんでたまたまその布団の中で <laughs> なんか布団の中でこうちょうど聞いたとかいうとこでね、まあ、全部は聞いてないけどなんかああやってんなみたいなね <laughs> やってるんですねみたいなことでちょっと見てくれてたっていう話もあって。 それで、まあ、その、新ね、熟成さん、まあ、いわくなんですけど、まあ、久保さんの動画、まあ、この気になる男シリーズですね、この気になる男シリーズで、まあ、タカさんがね、こう、頑張って、頑張って食らいついてる感がね、辛いてる感が見てね、なんか、僕を頑、僕も頑張ろうと思いましたって言っていただいてですね、<laughs> あ,あどう、どうも、みたいな、ありがとうございます、みたいな感じで、まあ、その、 頑張ってる感が、頑張っている感が伝わったみたいで <laughs>、まあ良かったようですということでね、本当に <laughs>、まあ、まあ何でもいいんですけど、ともかく、まあその頑張ってる、頑張ろうと思えるところがね、それがなんか伝わったのが良かったのかなっていう <laughs> えところなんですけども。 でこういうことも言っていただいたんですよ。その今はちょっと冬のボーナスしかに出た分しかやっぱ払いませんって、やっぱね、給料がそんなに高いわけじゃないし、えー、なかなかね、やっぱ生活も苦しいんだけど、でも、まあ今ね、払える分はこんだけですって言っていただいて、それでね、えー、残りはもう夏のボーナスで払うんで、えー、ちょっと入塾させてくれませんかっていうね、えー、お願いもしてもらってね、えー、別に自分何も言ってないんですけど、一応料金はこんな感じ、入塾はこんだけですって言ったらね、いやもう、 払うんでっていうことをいただいてねいやほんともうなんか信頼して頂い,いて本当にありがたいというか別になんかこう売り,売り込みっていうのも何もしなくてよかったっていう本当に本当もう感謝感謝って本当とありがとう本当にありがとうございますしかないんですけどね本当にうんやっぱりこの久保さんとこうやってね12月にズーム対談したことだったりえそして「気になるかシリーズねこうやって続けていることがやっぱりそのまあ誰かの 目に留ま,りまあ今回言うとこの新えっ、ー、と熟成さんの目に留まりそしてね、えー、入塾していただける方がいるっての本当のはにもあありがたいことだなと思うし、まあ、本当すごいとしか思えないですね自分はもう本当ありがたいありがたいしかなくて本当にやっぱねこれも考えてみるとやっぱ久保さんがねこう日々熟成さんのために隠、まあ、居 TV ですね隠居 TV のアカウントをねよりアクティブにそしてねより濃い情報をねいつも。 発信しているからこそだとね、やっぱその子がね、やっぱ1万人アカウントっていうね、やっぱ強い、強い、より強大なね、やっぱアカウントがね、やっぱあるからだっていうところで、いや、本当にありがたい、この上ない、い本当にね、本当に,本当にありがたいし,しかないですね、本当に。もう恩恵に預かってるだけなんで、自分は本当にね、いや、ほありがとうございますって聞かないんですけど。まあ、ということですね。 あその気になる男シリーズで、まあ、100話までに売上30万上げましょうっていうお話があって、まあ、それが達成できましたとそしてね200話までに売上30万っていうのも結構早い段階で達成できてでこれ結構売上30万よりもちょっとね、えー、高かったんですよ。 んで、高く上がって、そしてね、達成に続き、でね、ちょっと300話まではちょっときついのかなと思ったんですけどね、まあ、今回、こうやって新建築生さんがね、もう入るって言っていただいたんで、あもうここで30万売り上げっていうのもね、えー、この242話でまあ達成の報告ができたということで、まあ、本当に、もうありがたい、ありがたいですね。なんか、かのきのきっぽいな、もういかんでもいいですけど。<笑><笑>ということで、ねえー、ありがとうございます、本当にね。う ということでこの300話までにこういったっちいうことなんで、まあ、この「気になる男」シリーズでね生まれた売り上げがまあ100万超えたんですねこれで、まあ、あの200話までの時は30万をちょっと超えてたんで、うん、なんでこの100万っていうところをね超えたんでいやほんとに、まあ、こうやってねやっぱりこうやって報告できる場があるのもこの「気になる男」シリーズうー なので、まあ、気になる男シリーズで売り上げ上がり、気になる、気になる男シリーズで、えー、売り上げ発表できるっていうね、本当にありがたい環境をいただいてるんですけど、本当にね、見ていただいてる視聴者の皆さんね、まあ、全部が全部見てるわけじゃないんでとは思うんですけどね、本当にありがたい,い,いところでございます。そしてね、久保さんいつもね、お付き合いしただき、本当に <laughs> ありがとうございます。ということで、そしてこれがね、えー、最後のスライドになるんですけども、もうね、これもね、日々こうやって、まあ、ね、愚直にただ、 続けけけてていってるだけなんですけどね自分はそれがねこう何らかの形でつながってそしてねまあご縁に繋がったんじゃないかなというところでね本当にもうありがたいというかもう感謝でしかないですよ本当に <laughs> いやだから本当にやっぱり情報発信って素晴らしい情報発信っていうかそのねやっぱりこうやって続けることって大事だなって思うしうん朝ライブも含めてこうやってね 朝ライブの環境だったりねこうやって「気になる男」シリーズでこうやって動画をね出させていただいてるっていうところがね本当にありがたいなぁと思っててなんかしっかりとね自分そこまでなんだろう人に集めて人集めてからねその自分がねこういう感じですとかしっかり言えてないしね、えー しっかりとねこうプロモーションとかもあんまりできてないんですけどねこうやってなんかこの「気になる男」シリーズをね続けてるだけだったりね朝ライブをこう続けてるだけでねこうやって誰かが見てくれててねいつかどこかのタイミングでねこうやってねポコンってお問い合わせが入ってそしてねこうやるぞっていうタイミングがこう来たりするっていうのは本当にいやもうなんか奇跡みたいなもんだなとしか自分は思えないですけどね本当に。 はいということでその奇跡がねなんか今目の当たりにしてる感じでなんかいやーなんかちょっとなんかあれですね気分んかっていう感じで本当にまあ本当にありがとうございますっていうところですね本当に久保さん含め視聴者の皆さんねいつもこうやってまあね誰も見てくれなければ本当に気になる男シーズンもね なんもならないんでね。これはやっぱ久保さんのアカウント、1万人アカウントか、1.45万人か、<laughs> 1.45万人アカウントのおかげでもありますね。やっぱ久保さん、こうやって日々ね、動画を、何らかの形でアカウントをアクティブにしてることによって、こうやって何かが繋がっていくっていうことでね、本当にありがたいことだなと思いますね。はい。ということで、えー、今回はね、もっと極端にもっと振り切れっていうね、えー えー、そのね、とんがれっていうところのお返事の動画だったんですけど、ちょっとね、ちょっと、ここはまだできてないんですけども <laughs>、ここをさらに、えー、ブラッシュアップしていきながらね、また気になる男シリーズをね、少しでも続けて、そしてね、どなたかがね、えー、YouTube やってみたいなーって方が一人でも、ね、増えていただけると、これはもう本当に幸いなことかな、幸せなことかなと思いますね。はい。ということで、えー 気になる男第240にはこんな感じで終わっていこうかと思いますありがとうございましたそして久保さんまた次回もよろしくお願いしますそれではまた